こんにちは。ゲームやるよ。とりあえずやりましょう。昨日ライブ上げて今260万ぐらいになったんですけど、なんかまあお城のレベルが上がってないとか、あの戦力がどうだこうだっていう方がまあ多くて、ちょっとまあ、うん、見かけだけのね戦力は確かにそうだかもしれないけど、まあ気づいてる方は気づいてると思いますが、まあノアピちゃんにもなりのせの計画がありまして、その上でやっていたので、何も知らないで X にあげて、なんか悲しい気持ちにさせるのは悲しいですね。とりあえずティア3を開けました。みんなもよろしくです。ティア3を開けるの第一優先にいきましょう。だいたいねレベル17になってたら、お城レベルが17になってたら上がると思われます。ティア3が開くと思われますので、開けるよう頑張りましょう。私だけ泡だれを入れましょう。泡踊りで心が癒されるといいですね。まあ今日の朝もね書いたお知らせで、そうは他言無用でお願いします。チャットの内容とかも全て他言無用でお願いします。やろう。なんかあの土日をね得て今同盟に入ってくださった方ありがとうございます。でね、今ね浸水しててまだ入れてない方が一人いらっしゃるんですけど、サコさんの時にやったのかな、ロモバ、うん、新しいアカウントでやって運営さんに問い合わせてみないといけないかもしれなくて、なんか
まあ、ちょっとぜひ問い合わせてみてほしいです。なんか入れないみたいな感じでいたので、はい、よろしくです。ホーム申請もしてギルド申請もしている状態なら、新しいアカウントは、新しいアカウントなのかなっていう、その状態でちょっと運営さんに問い合わせてほしいです。お願いします。そしたらね、多分入れるはずです。ないとね、入れないので。と思うよ。ギルド入ってる、マイキさん。ギルドにもし入っていないなどとしたら、ギルドコインでは買えないかもだけど。まあ、どこでもいいから、そのギルドに入ってないんだとしたら、違う王国とかだったら適当に同盟入って、強い同盟入って、アクティブな同盟入って、でギルドに貯めて、動いてそうな同盟ね、静かな同盟とかもあるから、動いてそうな同盟入って、ギルドコイン貯めて、ギルドコインで巻物買ってって感じで、81万ぐらいで多分できるはずだから、カモン。チケンさん、マグロドさん、ありがとう。まあ、そこまで育てといて飛ぶって感じ。うん、飛んでやろー。なんかのぴちゃんが生きながって260万ぐらい、まあ、みんなもね今頃は260万ぐらいになってるはずなんだけどな。なんかみて、まあ100万はね徳の塔に行ってるはずなんだけどな。で、まあのぴちゃんがなんでこんなにも上がったかっていうと、いろいろと努力をしたんですね、今まで。まあ、ペンギン状態だったわけですよ。ペンギンって飲まず食わずじゃないですか、基本的に。まあ、そのみんなが、やり始めるタイミングの前とかは、全然飲んだり食べたりしたんですけど、まあ、今ちょっと蓄えてる時期というか、何も飲まず食わずの状態で、戦力にしまして、でみんなが多分ね受け取ってるであろうものがね領地ミッションなんですけど、領地ミッションを受け取ってるとですね、パワーもすぐ上がるし、EXP っていうヒーローレベル、このミッションのとこ行って領地ミッション行くと、こんな感じでね資源とかも手に入ったり、パワーが手に入ったりしてるんですけど、これをまあみんなが入る前はちょっと受け取ったりしてたんですけど、入ってから何も受け取らなくしまして、自分を抜いてほしくて、自分のことを抜いていただきたく、領地ミッションを受け取らずにいました。
自分を目標にして私を抜くっていうのを、全員が私を抜くぐらいの勢いで来てほしかったので領地ミッションを受け取らず来ました。で、皆さんは多分領地ミッションを受け取ってると思われます。資源がたくさん手に入ったり、まあするんですけど、パワーが入ったりヒーローレベルが上がったりで、お城レベルが上がったらそういうのが、まあ、何戦力が1万とか上がったりするんですよ。でそれをなんか、まあ、例えばこんなのだったりするとヒーローレベル1万8千ぐらい入ったりとかするんですけど、全て受け取らずにいたので目覚めの戦力は多分そう見えたかもしれないんですけど、まあ結構上がるよ、今からでもじゃんじゃん上がっちゃうよっていう感じのになりますね。8月7日これはなんで受け取らないかっていうと、これから先長くロードモバイルをやりたいっていう方向けのやり方らしくて、今回のイベントみたいな形の場合は領地ミッションをダーンじゃん受け取ってください。1ヶ月しかないので、ナピってもしかして可愛い、今更嬉しい、ナピちゃんは可愛いんだよ、ヒービロ。そう、私を超えてください。絶対に体調にはうん諦めちゃったなやばいねなんか正確にはそのレベル60、そのヒーローレベルが60、ここがねレベルが45なんですけど、これが60以上の方は受け取らないっていう形らしいんですけど、まあなもんで今ペンギン状態なわけです。で7日に向けて、中間発表に向けて、まあ餌をどん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 食べていこうということで、後ろレベルも17にしてちょっとね調味料をかけて、昨日受け取ってみました。なんか、まあ、そして残りを今から全てどんどん受け取っていこうかなって思います。それでね、でんでん、まあ例えばその何お城レベルを17にするとか言うとこういうのが手に入ったりするんですよ。でなんか「やばー」みたいなぐらい手に入ったりするんですけど、これを今から受け取るとね、結構手に入ります。見て見て見て資源がうおーって。でこのねハートの部分は冒険のこのね金色の冒険のねところのハートなんですけど、これはね120以上あっても大丈夫です。蓄えみたいな感じでなるので、これ以上いかないみたいなことはないので、200とかいったりするので大丈夫です。そうピューンって入ってたでしょ。でまあこういうのをねどん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 持っていきます。資源がね一気に手に入るので、これは相手に横取りされないようにちょっとアテナバリアをね貼りました2万とか入る、えぐいよね。これも4000とか入る EXP、 ヒーローレベルがどんどん上がっていく。多分これをやっていくうちにすごいよね、なんかこんな光景見たことない、いちゃいちゃい。そう、資源がたくさんあるとね横取りされやすいので、やばい、めっちゃ手に入る、すごいすごいね。はい、こんな感じでレベルが46になります。プレイヤーレベルが46になりました。そして才能ポイントが6個手に入って、パワーがプラス94000弱、またね上がりましたね。でヒーローレベルの上限が
46になりました。こんな感じレベルが上がります。ゲームはノーノーノー、全くこれは初心者です。じゃん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 食べちゃって、たくえちゃって、もらっちゃって、もらっちゃって、いただいちゃって、いただいちゃって、こんなにも溜まっていたとはって感じです。なんか昨日も受け取ったんですけど、全然まだまだあるというね。残りはね、すべてね、餌をたくさん食べていきたいと思います。47になった、あっという間イエーイ。やばすぎ、嬉しすぎ、めっちゃ貯めてました。一度も受け取らなかったのでね。まあ資源が足りない時とかはたまにねちょこっと受け取ったりしたんですけど、まあ基本的に資源に困ることはなかなかなかったので。抜いちゃうよというか、戦力もどんどん上がっちゃってるからね。みんなも頑張れ。これを受け取ると多分結構いくんじゃない。みんなはね多分これ受け取ってるからナーピよりも戦力が高くて当然なんですよね。頑張ってくれてる方とか本当に感謝です、ありがとうございます。あ、くるくるなった。やばい、受け取りすぎてる。私は 2.5 が勝つことだけを目標にはしてなくて、全ての物事で後輩には負けない、絶対に負けないを目標にしていて、だからその今めっちゃ頑張ってる。なんだろう、そのね、一人の方がね頑張っている同盟とかもあるけど、絶対にそこには負けたくないっていう気持ちもあるし、その戦力とかもそこの同盟に負けたくない。あ、全て受け取った、受け取った、イエーイ、やったね。で今戦力が260万だったのが280万になりました。ありがとうございます。でハートが受け取ったので120上限なんですけど260に溜まってます。やったね。嬉しすぎ、嬉しすぎでね、プレイヤー経験値もこのぐらいまだ残っているので、5000の EXP が3個と500の EXP が70個ぐらいあります。なのでね、全然まだまだプレイヤー経験値は上がります。じゃあこれ上げちゃうね。まあ例えば私の育種をする、育種をする、押すとこれ48まで上げちゃいましょうか。多分ねこれね忘れてる人多いと思います、これ上げるの。あ、これ上がるかな、94までは上がるっぽい、ギリギリ上がんないね。よっ、 OK、 94%、 あと 6% を多分稼いでいくんでしょう。で才能が12個余っているので、これもね皆さんお忘れずに上げていってください。で訓練の訓練をね一番最初にこのね、あ、ちょっと待ってね、
まあね、どん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 下に行ってるんですけど、まず建物の速度と研究速度を上げて、で下に行くと下に下がっていくと食料のね摂取とか軍事とか出てきたりもするんですけど、でこれはねあんま必要なくて、とりあえずまず建物の研究からしっかりと全て書きてください。研究マックスお願いします。建物の研究マックスと建物の速度マックスと研究の速度マックスでお願いします。難しいこれで、次がその次だね、この訓練速度を上げていくって感じです。でこれでねレベルアップをさせて いきます。私はね今訓練と研究速度と建設はマックスになったので、で次が訓練速度を、まあ、マックス使います。マックスにしていきます。あとは基本的には大丈夫かな。罠は絶対にやんない。 OK？ あと工場兵器もやらなくて大丈夫。あと一番最初の方にねもう研究速度1度、研究建設速度1と研究速度1っていうのがあるの、これはマックスで、この訓練速度1も全てマックスでお願いします。本当に攻撃力のところは全然いらない。次のレベルが上がるところまで上げればもう問題ないです。なる、本当に多分5ぐらいで全部上がるので、全て開くのでそれ以外は全くいらないです。大丈夫です。でなんか下の生産量とかそういうのはねあんまり大丈夫かなって感じです。ほい、やっぱね中間層が強いからじゃないですかね。私そのまありょうちゃんのところはなんか戦力が超高い人がまあいるだけっていうのが理由じゃなくて、今のノーピー城にのしようとかなり頑張っている人がものすごくたくさんいるっていうイメージですね。なのでみんなも頑張ってね。おじいはナーピちゃん同盟じゃないのに分かりやすいとか言ってたらダメよ。あなたスパイになるよそれ。あ、そう、昨日ね光の後継者がずっとね手に入れたかった、光の後継者がね手に入ってずっと欲しかったんですよ。スパーキーらしいです。めっちゃ可愛い。まあ今有吉ちゃんにいるってことは次はナオピちゃんのところに来てね、おじん授業料として。うん、えらい。そう、さっき VS2.5 ナピちゃん同盟においで。あなた私の同盟に来なさい。そして
ちょっと戦力をみんなで上げていきましょう。頑張ろう。ガチで真面目に。あ、守護騎士がね、守護騎士とバラ騎士はね、ヒーローレベルすごい上がりましたよ。43になりました。やっほー、やったね。雪の女王も、あの、私が基本的に育ててる5人は35以上になりました。全員やったです。で、ブリキちゃんもね、そう、ブリキちゃんって呼んでるんですけど、で、なんか母のところでブリキちゃんが手に入ってないっていうので、どうしてこれが手に入ったか私も覚えてなくて、なんでこれが手に入ったんだっけっていう感じです。このブリキちゃん今レベル32なんですけど、結構上がったでしょ。建設はね、ヘルプが全部集まったらどんどん加速で使っちゃって、加速で上げちゃって、で、ティア3ぐらいまで開けてたりするとレベル17以上になってくると加速がちょっと少なくなってきてると思うんですよ。今余ってるってことはないと思うんです、ほぼ。なので、そのそれだとね、結構ね、きついんですけど、まあ受け取れるものは受け取って、それで頑張っていただきたいなって感じです。使い切っちゃったんだ。おう、もらえるものをそれもらってないぞ。イベントとかそういうのでね、もらえるものはね、多分もらってたらギリギリ余ってるはずっていうか、全然余ってるはず。まあ17が限界なんですけど、17以上になってると、あの、もらえるものもらってても多分無理。結構しんどくなる。まあ、あとはお知らせ書いたので、それは他言無用なんですけど、それを見ていただけると嬉しいです。よろしくです。ねえ、暑かったね昨日。本当に TF ありがとうございました。もう嬉しいです。なんか、いや、本当に出れて嬉しかったですね。1年ぶり、いや、2年ぶりだね。2年ぶりに出演させていただきました。ちょうどね、2年前に、TIFF 終わった後に、実は研究生の、X のアカウントがその日に開設されて、そう、2.5 個人個人でね、個人個人じゃなくて2.5 全体で使っているアカウントになったんですけど、それがね、開設された日なんですよ。TIFF の一昨年の時は、ね、お知らせってどこにあるの、探してみて。で、去年はね、出演はできなかったんですけど、今年また出演させていただくことになりました。本当に嬉しいです。めちゃめちゃ嬉しいです。ありがたきです。ね、昨日もものすごくね、暑くて、やっぱり盛り上がりもねすごくて、なんか夢力の時とかに前の2列ぐらいの方々がジャンプしながら水飲んでて、
イントロの時でこうやって水飲んでて、なんかうわなんかめっちゃ盛り上がってると思って、なんかいつも STU もなんかあんな感じでね、フェスの時だけじゃなくて公演の時とかもなんかこんなことはしなくていいかもだけど、なんかあのスタンドとかでねめっちゃ盛り上がったらよりそのいつもの公演より一層楽しくなりそうだなって思いました。いやーもう灼熱の砂浜みたいな感じだった。でもなんか暑いから外ってばそういうのちょっとね気をつけてほしいなと思います。なんかやっぱり水飲みとか水分補給とかすごく大事ですね。昨日私ダメになりました。その物販がねその後あって、でそれまではねギリギリ、まあ、保ってたんですよ。で私も全然そんなことになると思ってなかったんですけど、物販終わった直後にダメになりました。なんかまあその時にマネージャーさんがすごく助けて、マネージャーさんにすごく助けていただいて、まあ、やばかったですね。なんか初めてです、多分人生で、まあ、熱中症、いわゆる熱中症というやつですね、脱水症状っぽい感じになって、水も飲んでたんですよ。水も飲んでたし、あのアクエリアスとかも飲んでたし、なんか体も冷やしたし、最大限皮膚終わりにできることはしたんですけど、物販終わってその時でもすごい汗かいてて、もうなんかやばくて、それでもダメで、なんかあのクラッて来ちゃって、終わった瞬間テンその歩いてあのよし裏に戻ったって時にタイミングでクラッってきて、なんかやばいクラクラすると思って、クラクラってずっとなんかもうなんかここら辺なんか何もみたいな、なんか なんだこれみたいな感じでやばかったです。でアズミンにクラクラするって言って、でアズミンがマネージャーさんに伝えてくれて、でなんか歩くの結構しんどくなっちゃって、戻らなきゃいけないとこがあったので、そこまで頑張って歩いて戻って、そしたらもう何も考えられなくなっちゃって、ぼーっとして、唯一もう本当に不幸中の幸いというかが吐き気がなかったことですね。熱中症のアピちゃんだけだったんですけど、なんか頭がぼーというか、で、まあ、治ってきてて、で昨日のねぼーっとしちゃってて、これはやばいねって話になって、体をめっちゃ冷やしていただいて、なんかやばかったですね。なんか初めてでした。なんか前日も船とかのイベントがあって外だったんで、しかも暑くてすごい、まあ、ちょっとね最後の方とか写真撮影とかの時に結構きついなみたいな感じになっちゃってて、やばいなみたいな。で船酔いとかで全然寝れなくってその日全然寝れなくて、でディフでし、そのまあすごい配信も早かったじゃないですか、なもんで寝れてなくて、移動中とかもちょっと寝たんですけど、やっぱり睡眠時間というものが足りなかったりもして、でご飯も食べれてなかったんですよね。それも原因の一つだと思うんですよ。そのイベントフェスに出る前にご飯を食べてなかったっていうのも多分すごく結構原因の一つなんじゃないかなっていうのもあって、疲れが溜まってたものもあって、船で酔っててもうなんか気持ち悪くて何も食べれなかったんですよ。で食べる気力が起きなかったので食べてなかったんですけど、でそうで外のゲーム組だったので、まあ結構やばかったですね。うん、水分補給もしてて、結構
水飲むタイプなので飲んでたんですけどね、ブブーでしたね。そう、まあ今週末もサマステとサマジャンがあるので楽しみです。2日連続なのでね、まあ次こそは大丈夫だなというふうに思います。心も強くなったので、はい。あとね、15日にもねクルージングイベントがまたあるので、その時もね、島旅クルーズ皆様よろしくお願いします。そう、エナジー大事。うん、ほんまにみんなすごい、なんか本当にお疲れ様ですって感じです。もうめっちゃ暑い中本当にありがとうございます。なんか盛り上がってなんか本当に感謝です。というかもうみんなの体調が不安です。なんかすごいです。確かに2日連続の次、2日連続お話し会です。よろしくお願いします。楽しみ。あ、ココさん待ってるね。うん、アドレナリン、体調にはね十分気をつけますよ。なんか人生初でしたね、多分今までテニスとか、まあ水泳ではほぼならないんですけど、テニスやっててどんなにきつい暑いって時期でもなかなかこういうことはなくて、暑い中本当に連日ありがとうございました、ね、船も来てくださって、こっちにも来てくださった方は本当にありがとうございました。大丈夫よ、最初に酔って後々楽しくなっちゃって何も感じないから。そう、なんか船は一度最初に乗ってそこで酔うんです。なんか分かる方いるかな、最初に酔って10分ぐらいすると何も感じなくなって、でなんか1日ほぼ1日っていうの初めてだから、ちょっとそれは怖いなっていうふうにも思います。なんか 2,3 時間でいつも終わってるんですけど、銀河に乗った時かな、一部二部あった時は確かにほぼ一日だったけど、そんなに感じなかったから、なんかずっと動いてて、島旅クルーズ初めてだからな。あ、一回になるとなりやすい、そっか、気をつけないとな、やばいな。2個しかない、動けないよ。龍角さんそんなきつくないよ匂い。船を見てると、ああマシ、あそうね、そうそう、止まってるとね波がねすごいよね。マジで海大好きなので、海というかもう船も大好きだし、クルーズ自体がすごく好きなので、なんだろう、もう船海セットで好きだし、まあしっかし酔うのよね。あちゃ、まあでも一度酔ったらもう酔わないっていう感じです。終わった後酔ってるんだけど、なんだろう、終わった後で酔ってる、なんかまあそう信じてる、私は最初に酔ったらもう酔わないって信じてるから。のあびは水夫だ信じる者たち、もう船海良すぎる。もう私なんか2つもイベントに参加させていただける、もう嬉しすぎますね。私水着水泳やってるから着てるよ。
だろう、ナイトクルージングで、ナイトプールとは全然違うからなんかそう、なんか船乗ってる時に、その間も私ちょっとね、あのローモンバやってたんですよ。ローモンバやってて結構ね、あくらってきたのね、なんかあやばいやばいやばいみたいな。でもなんかしばらくしてまた見たら全然何も感じなくなったと信じてやってて、でもやらなきゃいけないからやってて、もうみんなのことをめっちゃ支援してたんですよ、イベント直前まで。へい支援、へい支援、へい支援もらった、建物あげる、建物あげる、建物あげるみたいな。そうだからめっちゃすごいね、あのあげてましたね。船イベ中にこの人どのぐらいの時間にログインしたのかなとか全部分かったりするんですよ。ログアウトした瞬間からログが取られてるっていうのね、見入れちゃう。おお、怖っ。あ、内緒だよ。あ、やばい、ちょっとそろそろ終わんなきゃ。まあなんかそういう感じですね。本当に船もティフもありがとうございました。連日暑い中めっちゃ楽しかったです。なんか本当に楽しすぎて、しかもね、もう間近で他のアイドルさんも見れましたっていうのが、モノピちゃんのあの写真はね撮れなかったんですけど、ナイミーさんとイコールラブさんを間近で見ることができて、もう幸せでした。なんかちょっとその瞬間、私結構ね皆さんと同じ感じでファンみたいな感じになっちゃったんですけど、勇気出せなくて写真がね撮れなくて残念だったなって思ったんですけど、ノイミーさんが真後ろにいて撮りました。なんかこんなみたいな、こんなことあるんですかみたいな、こんなことあるんですかみたいな感じになってて、やばかったですね。もう可愛かったです、すごく。イコールラブさんもまあちょっとね、こう顔を見れましたなんかそう、まさかとは思いましたが、なんかねびっくりしました。なんかと思って、いやのぴちゃんはまだ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 なのでね、ちょっとねそれぐらい憧れをなんか持っていただけるような方になりたいなっていうふうに思いました。いやすごい、もうすごかった。アイドルと経営ですね、本当に。あとね、ゲームに戻るんだけど、最後に言うのは、忘れがちなのはね、研究施設の近くにあるあのアーティファクトの宝箱っていうのがあるんですけど、まあ私のこのね、私はねここに研究を立ててるので、この上にあるマーケットとか行くと、このねアンティークの宝箱だね、アーティファクト、アンティークなんだけど、そうそうそう。でこの宝箱を開けるっていうのは、みんなソロイベのイベントのねページに行くと、地獄級イベントっていうのがあるんですけど、その地獄級イベントで今日はね兵士を訓練って書いてあるんだけど、このポイント獲得方法で
その宝箱を開けるっていうのがね、あったりするんですよ。でその時に開けることです。なのでこれは毎日確認すること。コップ落ちた。私のこれテニスのね栄養っていうコーチにもらったんですけど、そうキープカップこのねコップが落ちました。でその地獄級イベントっていうのがあるので、その時ね昨日みたいなでちゃんとこれをね確認してください。とムーンを使って開けるやつね、緑のムーンをこれ OK。 でその隣のトライアル洗浄、ここですね。このマークわっにーどこ行った、これか、これの上のこのなんか竜みたいなやつがトライアル洗浄なんですけど、これは1日50個ぐらいしか進めないので、毎日の積み重ねが大事です。でこれはたくさんアイテムをもらって成長していきましょうって感じです。今歩兵のステージ314、弓のステージが317、騎兵のステージが300、メックステージが153、まあこれを抜いてください。頑張ろう。なんかミックスステージが全然進まないんですよね。なんかこのね自動配置っていう風に書いてあるんですけど、これねして戦うじゃないですか。で今日の挑戦上限に達しましたって書いてあるので、もうねこれ以上戦えないんですけど、なんかすごいとこまで来ちゃったね私。見て。なんか面白いとこ入ってきちゃった。なんか夢はねまだなんですけど、騎兵は面白いとこ入っちゃった。なんだこれ。バグかな。そんな感じでね、みんなもどん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 倒していきましょう。上限を達しましょう。なんか、今見せればよかったな。なんか懸垂章みたいなのが、懸章なんとかみたいな、なんか獣に水晶の章になんとかみたいな書いてあるやつがあるんですけど、なんかそれが一体何の章、何なのか正体不明なので、ちょっとね資源で見てみましょうか。例えばどんなのなの、やばいちょっと狂ってる、これだ、これこのなんとか石検証検、いやわからないけど何これ、召喚獣、召喚獣機能をアンロックすると使用できます。獣を多分召喚する機能をアンロックすると使用できるんだって。まあ、これはよくわかんないから使わなくて大丈夫。でその下のね H の輪は絶対に使わないでね。全然まだまだみんな3日とかそんなの家族でなんとでもなるから、緊急加速を使ってやっていきましょう。というわけでバイバイ。せっかくね人数がいるのでね、人数で戦うって感じでみんなで頑張れたら嬉しいなって思います。とりあえず中間発表に向けて頑張っていきましょう。あと2日ファイトだねー。バイバイ。
最近エンセイトさんでありがとうございます。エンテーブイツキンバカさんで気分めっちゃありがとう。イルミネチンチミキャさんありがとうございます。エンデビットさんでありがとう。ネイズウラメさんありがとうございます。エンズホリちゃんさんで気分めっちゃありがとう。シェムネイズユズキチさんありがとうございます。エンセイズアチャさんアチャさんありがとうございます。天気ありがとう。ほぼ初じゃない嬉しい。エンドフィットイズ出向さんありがとうございます。フォートイズサイファイアさんありがとう。トシさんありがとうございます。セルトシさん Thank you very much。 セカンドイズマイキさん Thank you ありがとうございます。エンドフォートイズ赤ちゃんさんおめでとうございます。そしてありがとうございます。ということで本日も皆さん配信ありがとうございます。